どうも、はじめまして、大阪市立大学の斉藤幸平と申します。この度ですね、この人新世の資本論という、集英社新書から出た本が、2021年の新書大賞の第1位に選ばれました。今これ実は本田圭佑、サッカーは元日本代表の本田圭佑も読んでいて、で、ツイッターで脱成長をやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかっていうふうにつぶやかれてるんですけど、その元ネタがこれです。で、この本は、なんか人新世の資本論っていうタイトルなんで、なんか難しそうだなって思われて、手に取らなかった方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、むしろ、多くの人に読んでもらいたいと思って、今回この新書っていうフォーマットで出していますので、あまりタイトルの知らない言葉にですね、惑わされずに、今のこの、なんだろう、例えばコロナで、今まで満員電車に毎日乗ってたんだけど、もうテレワークが終わっちゃうの嫌だなとか、あとはこんなにテレワークしてたら、そもそも洋服ってこんなにいらなかったんじゃないかなとか、なんかこう、今までのやり方で良かったかなとか、さらにはこの先、地球とか人類ってどうなっちゃうのかなとか、まあそういうことを心配したりとかですね、今のこの働き方とかに疑問を持ってる方にぜひ読んでいただきたいなというふうに思っています。巷を見回すとですね、お金儲けをするには、1億円を貯めるには、みたいな、そういう本ばかりが溢れていますけれども、もう時代はですね、そういう人を出し抜いて自分だけお金持ちになろうみたいな時代は終わりました。なぜかといえば、今回のコロナもそうですけれど、気候変動のような世界的な問題が進行していくんであれば、お金なんていくら持ったってしょうがないから。で、むしろこの本を読んでいただければわかるんですけれども、この資本主義っていう社会をみんなでもうやめてしまおうっていうふうにやめてしまえば、むしろ私たち多くの庶民はもっともっと豊かで楽しい安定した生き方、人生を送ることができるようになる。その方法が書いてあります。なので、ぜひ、この今、新書大賞1位のですね、流れに乗って、皆さんにも手に取って読んでいただいて、この本に書いてある最後のですね、チーム3.5%に加わっていただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、紀伊国屋書店で見つけた場合には、お買い求めください。よろしくお願いいたします。